では第4回目でございます、名古屋ジルバ研究会のダンサー内藤でございます。ではやってみましょう。では今回はハンドチェンジというのをしたいと思います。まあ、こういうふうにしてスロースロークイッククイックスロースローでクイッククイックという状態になったときに、まずスローですね、女性は自分の、右の、もちろん角度こうしましょうかね、女性は自分の右の横を通るようにして手を上からこう持ちますね。スロー、そしてスローで向かい合いつつクイックで、またスタートの形に戻る、スロー、ね、そして前回しましたようにチェンジオブプレイス、チェンジオブプレイスの、まあ、前半と後半をした後に続けると一番ぴったりなので、クイック、そしたらスロー、スロー、クイック、そして戻る、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック、最初に戻る、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、はい、ハンドチェンジ、スロー、スロー、クイック、クイック、戻る。では、男性、女性の足型を簡単にご説明申し上げます。ハンドチェンジ。チェンジオブハンズ、ビハインドバックとも言いますね。長い名前ですけどね。じゃあ、女性からいきます。じゃあ、一緒にしましょう。僕も、ひろこ先生も、女性のステップをしますので、女性は、クイック、クイック。ね。女性は、される一方みたいな感じですから、スロー。で、右回転の女性をしますね。ここで男性が手を持ち替えますので、スロー。そして、スロー。クイック、クイック。今度終わりですね。もう右回転で4歩して、だいたい180度右回転します。クイック。重要なことは、両足に乗ったりせずに、必ず歩くのと同じように、右、左、右、左と踏み替えることですね。途中に両足に乗っちゃったり、クイック、クイック、スロー。ここで、何々とか思うと、スムーズに踏み替えれませんので、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック。で、女性の足型を一緒に組んでしますと、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック。ね、ポペコからすると、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック。では、男性の足型を説明します。じゃあ男性はこっちからしますね。こういうふうに男性は今こう来て、クイック、クイック。男性は左回転なので、スロー。そして、スロー。クイック。男性は左に180度回転しますね。男性も同様ですから、クイック、クイック。来たら歩くように、左足、右足、クイック。まあ男性は手の、持ち替えの方が大変ですけども、クイック、クイック、スロー。で、後ろで背中で手を受け渡しをして、クイック、クイック。で、相手に寄り添って、最初に戻るかすればいいですね。こう、来ております。クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック。そして、寄り添って、ポン。別の終わり方としては、ハンドチェンジをしましたね。で、クイック、クイックと来たら、旋回しましたチェンジオブプレイスの後半をしてもスムーズにいきますね。収まりがいいというか、流れがスムーズというかね。では、メトロノームに合わせてやってみましょう。旋回と、もう混ぜていきます。さて皆様はこれが何かお分かりでしょうか。これはメトロノームというものですね。まあ楽器を
弾いたり演奏したり特にピアノを弾いたりするときに使う、時を刻むというかテンポを刻む機械ですね。河合楽器さん、ヤマハからも出ておりますけども、河合楽器さんのメトロノームですね、今回はこれを使ってね、ジルバに合わせてみたいと思います。ジルバの、カウントの練習をしてみたいと思います。